まずお二人おすすめのシーンがあったら教えてください。そういう作品に出るプレッシャーっていうのはあるんですか？もしかしてお二人って私たち最強コンビじゃないとかって思ってたりします？実は本当は貞子とかライバル意識持ってるとか。怒んないで嘘、ごめんなさい。